どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、KD です。今回はですね、ジョーズ・オブ・エクステンションというゲームをプレイしていきたいと思います。ここに、パブリックアルファと書いてあるんですけども、まだですね、製品版に届いていない状態のゲームですね。なので、モードがこう、3つあるんですけども、こちらのマルチプレイヤーとこのワールドエンドというモードはまだ遊べないみたいですね。現時点ではこのシングルプレイヤーのみになるみたいです。で、あとはですね、おそらくまだこうアルファ版なので不具合とかはあるかなとは思うんですけども、面白そうなゲームだったので早速ですね、シングルプレイやっていきたいと思います。で、キャラクターですね。で、動作確認で何回かやったんですけど、まず現時点ではこのアミーという女性しか選べないみたいなので、アミーを選んで、で、ニューゲームでプレイしていきたいと思います。はい、始まりましたね。で、まずはこの浜辺からスタートっていう感じなんですけども、ジャンルとしてはですね、よくあるサバイバルゲームだと思うんですよね。で、まずはこうこんな感じで物を漁って、で、今取ったものをちょっとインベントリで確認しますね。で、こんな感じで、まあ、取ったものが表示されて、で、これを押すとソートですね。で、今みたいに、まあ、拾うこともできるし、近くにあるものはこんな感じで下の方にこう表示されるので、テイクオールでまとめて拾ったりもできるみたいですね。で、銃があるんで早速まずテイクオールで、で、一つずつ確認していきましょう。まず、まあ、よくあるタイプですね。ヘルスがあって、エネルギーがあって、ハングリー、腹減りと水分と体温。で、これにこういろいろと、まあ、対応していくっていう感じだと思うんですけども。あとここ、荷物の重量ですね。で、何回かこうプレイした感じだとですね、あっという間にこれいっぱいになっちゃいます、漁ってると。で、もうこの時点でもうギリギリの状態なんで、まあ、この辺ちょっとドロップして軽くしておきましょうか。で、多分このキャラクター画面ですね、このバックとかですね、この辺大きいものとか拾えれば持ってる量が増えると思うんですよね。で、ここはウェポン、さっき拾った銃があって、で、ガイドで、あとあれですね、日本語がないのでそこら辺がちょっと壁になりそうな感じはします、慣れるまでは。で、スキルがあって、で、クラフトですね、テント作ったりレザー作ったりですね、まあ、よくあるタイプですよね。で、とりあえず今拾ったものにメディキットがあるんで、これを4番あたりにセットしておきましょうか。で、次じゃあ右下ですね、画面の右下にあるのを一つずつチェックしていきましょう。まず一番上からですね、 V を押すと今の状態が、まあ、すぐ分かると。で、レフトコントロールを押すとですね、走ったり
でこれゲームのヒント、ラジオからゲームのヒントが聞けるんですけども、英語なのでちょっとわからないですね。 T キーかな、T キーを押すとラジオを聞ける。であとスプリントはレフトシフトですね。でスペースでジャンプで、左レフトを折るときでフリールックですね。で B ボタン、 B ボタンじゃない、 B キーを押すとこうビルドですね。クラフトとはまた違う、あクエストオブジェクトコンプリート、アクティブクエストがウェルカムトゥエデンということで、向こう側に街があるんでそこに行けっていうことですね。で、まあ、キャンプファイヤーとか、まあ、いろいろ作れるんですけども、例えばキャンプファイヤー作るにはこれ、まあ、薄くて見えないストーンが3個、スティックが4個、で何ですかね、何かが1個ですね、まあ、こんな感じのシステムで、今画面は TPS ですけども、P キーを押すと一応 FPS にもできるという感じですね。ここはお好みだと思うんですけども、今回 TPS でやっていきましょうか。で触り程度少しやった感じだと、まあ、慣れてないっていうのもあると思うんですけど、非常に難しいですね。まずはこれがファーストエイドですよね。うん、でこれがバンテージなんで、バンテージじゃあ5番あたりにセットして、で拾うのめんどくさいんでこれテイクオールで、あもう1個あった、よしじゃあ街に行ってみましょう。この辺ウェル、ニューロケーション、I'll have my colleague activate your star system map function and put the location on there for you. If you head over to my place, you should be able to find something useful. クエストアップデート、ウェルカムトゥエデンで、おそらくこの上のマップのハテナマークに行けっていうことだと思うんですよね。この辺の草取っときますか。草は？クラフトで、こういう、このクラフトに使うっていうことですね。素材として。だこの辺ですよね。この辺は使うのか使わない。6キロもあるし、どうなんでしょうか。持ってて意味があるのか。とりあえず目的地に向かって行きましょうかね。でこういうお店とか家とかも漁れるんですけど、漁ってるとあっという間に物がいっぱいになるんで、ほどほどにいいですね。缶詰とタバコ、この辺は取ってた方がいいかな。薬、
あれ？ちょっと待った。中に入ったつもり。これは TPS の方がいいかな。こういう時は。Nothing. 今撮ったものをちょっと確認しますか。ペインキラー、これは回復ですね。これは、クラフト、これか。ヘルスキット。ヘルスキットを作るために、これが必要ですね。でも、作れるのかな？あ、アルコールかな？アルコールと、布みたいなのが4つ。布を作るには、あ、さっきの草から、これですね、これが必要なんだ。雨降ってきた。よし、じゃあ進みましょう。で、こっち側が目的地なんですけども、ここが有刺鉄線が張られてて、この先行くとダメージ食らっちゃうんですよね。なのでちょっと回り込んで、でね、何回かやってね、この先ぐらいから敵が出るんですよ。で、敵がですね、めちゃくちゃ強い。あ、いた。囲まれるともうあっという間に死んじゃいますね。こいつヘルメット。近くにいるような気がするな。まだまずあそこに一体なんだけど、右にいるような気がする。ワーニング、体温がこれは減ってきてるのかな。いや違うな、重くて動けない。いや、そういうことじゃないな。いっぱいいるな。これ囲まれたらもうやばい。これちょっと引きましょう。で、一応しゃがみもあるんで、隠れながら、隠れられてるのかどうかはわからないですけど、この辺もスキルが、あー、車に当たっちゃう。よし、 OK。 OK。 暗い。で、確か、L キーかな？あれ？ L キーで一応、うん。フラッシュライトがあるんですけど、あんまり
見えない。弾がなくなっちゃう、これは。狙ったところに弾が飛ばないんですよね。うわ、重い。かくつく。よしよしよし、やったぞ。大体やったんじゃないかな。よし、じゃあ倒したやつらからペットボトル。お、ルーティングのレベルがアップ。 Maybe I'll find something useful. お、ライターと、なんだろう、あれ、クルミみたいな。What's in here? あ、コカ・コーラゲット。こんなもんかな。なんかもっと倒したような感じがするけど。よし。あ、右下にあのコールドマークになってますね。寒いっていうことだ。一回 V で確認しましょう。 7.5 度しかない。あの、家の中入ったりとかキャンプファイヤー焚かないといけないんでしょうけど、とりあえず先に。ニューロケーション、教会があるけど先に行っちゃおう。寒いからかな。エネルギーが走ってないのに疲れてきますね。目的の家はこれかな。クエストアップデート。うわ、約1キロ先ですね、次の目的地は。バック、これでも同じバックじゃないですか。ですね。TPS 視線の方が、 TPS じゃない、 FPS か。特にないかな。あ、こっちにもある。メガネがあるけど拾えないか。
すごい近いな、F、あれが、視野角が。ワインがいっぱいあるけど。ここはロックがかかっている。この箱はなんだ？なんか真っ白なものを取ったけど、もうほらアイテムがいっぱいですね。どうしよう。別にお腹も減ってない。水分取って、うん、タバコとか、あ、タバコ使ったけど、どういう効果が良かったのかな。ライターとかはどういう効果があるのかな。デストロイ、プラスチックかな。プラスチックで、なんだろう、釣竿とルアーかなが作れる。コンビーフ、リサイクルアイテムとして使うこともできるし、まあ、食べることもできる。これは空のペットボトルかな。アイテムどうしよう、いっぱいだな。このよくわからないあたりドロップしちゃって。多分、いずれなんか使うのかな。とりあえず軽くして。よし、じゃあ1キロ、1キロじゃないな。300メートル先か。柵の向こうかな？どうやって。うわ、いっぱいいる。しゃがんで、やばい、気づいたかな、音で。よし、一体やった。やばいな、いっぱいいるな。接近武器がねないんですよ。作り方、よし、ピストル、弾がなくなってしまう。なるべく近くでやりたいんだけど、めちゃくちゃいるよ。やばい、
危ない。待て待て、あの量は、あの量はやばい。これあれかな、なんかフォードってやつかな。隠れよう。あれを相手にしてたら絶対に倒せないから。どうやって目的地に行くか。弾もないし、なんかそのガレージとかに弾ありそうですけどね。近寄るのが怖い。あれ多分あのフォードですね。あいつ一体やっ、よし。あ、なんかすげえ早い。なんだ、お、なんかアイテム取ったぞ。このゾンビは何も持ってないかな。あれ、これなんかしゃがんだ方早くないですか足こんなことある。お、ルーティングレベルアップ、めちゃくちゃ早いですよ。やばい、やっぱなんか音に反応してくるのかな。ちょっと確認、クラフトで接近武器がですね、やっぱないんですよね。拾えっていうことなのかな。やばい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 。いるな。待て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 。あぶねえ。あー、こっち向いてきた。報道が。あぶねえ危ねえ危ねえ。お金はいらない。弾はない。79バンテージ使いますか。79からどのぐらいまで回復するんですかね。あ、でも時間はかかるけど、100% まで一応、うん。問題はちょっと待って、あれは相手にできない。一回逃げよう。多分なんか音に反応してきちゃうんですね、銃を撃つと。危ないなー。
で、どうだったかな、なんかエイムしてこうですね、こういう FPS 視点の射撃もできるみたいですね。どうやったのかな、今これ右クリックを、あ、右クリックちょい押しか、ちょい押しでこれですね。いや、どうやって向こう側に行くか、そこに軍団がいるんですよね。で、こっちに2体、あの2体に攻撃、あ、こっち来てる、こっち来てる、いやー先に進めないな。弾は残り12発、接近武器があればなんとかなるんですけど、あ、待って待って、あれ中構え、あ、死ん、はい、ということで今回こんな感じですかね。ちょっと慣れるまでは時間がかかりそうな感じですけど、うん、面白い感じはしますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。